さんハートありがとう。なんかさっきさ喉をさつっちゃってさ、5分前ぐらいに喉をつってしまってめっちゃ痛かってさ、なんか喋りづらい、めっちゃここの筋肉がなんか今起きた、おはよう、なんかめっちゃ痛くて、喉をつると本当に痛すぎて生きていけないから、そう起きれんからゆいのうちにね宿泊合宿してた、やっほー、ゆいのうちに宿泊合宿しとって、ブブあっちに置いちゃったんよ、見て取りに行けないですよ、やっほー、おはようおはよう、え、もう喉つったけやばいぐらい痛い、うん、敵犬さんお手紙ありがとう、ラブレターありがとうなんだっけ、今何言おうとしたんだっけな、あれ今なんか言おうとしたんだけどね、うん、リアルお手紙受け取りましたって話だよね、おはようおはよう、今日月曜日か、おはよう、めっちゃ寒いから外、みんな本当に気をつけて、寒すぎてびっくりしちゃった、家なんちからね走って帰ってきたんですよ、走れ渡しって感じで帰ってきたんですけど、寒すぎてめっちゃ雨だし、もう寒いって言いながら帰って喉もつるし最悪ですよ、夜中のヘラさんハートありがとう、喉 の筋肉がなんかあくびした時に下向いてたり、めっちゃ下向きながらあくびすると本当に首つって、マジ首じゃない喉か、喉つって本当に痛いけ、本当に気をつけた方がいいですよ皆さんも、イケピッさんバラありがとう、4日の予定になってる、もう直せないからもう無理ヤンヒラさんハートありがとう、もう分かんないからもう後で直す、これ終わったらハートありがとう、 Thank you、 おはようおはようね、関東雪降るらしくて、広島めっちゃ雨降ってて、もう寒すぎてもう風邪ひいたマリオさんハートありがとう、でも寒すぎたけ顔が赤いかも、なんか最近顔が赤くなる症候群にかかっててさ、すぐ 赤くなっちゃうんだよね、なんでですかね、寒い中走ったりとかすると顔赤くなるしひなさんと話しとうと顔は赤くなるんだけど、おはようおはよう、まあそれはねもうそれなんだけど、おはよう、部屋はねもうさっき暖房つけて今こたつに入ってるのでなんとかです、おはようございます、カット、おはよう、気まず、おはようだよ、おはよう、おはよう、なんか顔赤くない、そんなことない、おはようございます、カットキラボシありがとうございます、おはようおはよう、クルさんの時は顔赤くならない、いやなるんよそれが、おはようおはよう、クルさんと話してても顔赤くなるけど、最近一番私の顔をが赤くなる方法はアヒナさんと話す、それだけ、ただそれだけ、おはようおはよう、ただそれだけで真っ赤な、いちごって感じもう熟したんですかねみたいな、いちごになっちゃうんですよ、やっほー、おはようございます、眠たすぎるかも、そしてなんか眠くてやばい、眠いし寒いし雨やばいし、もうパニック、
はや、おはよう。おはよう。え、らしいね。関東雪降るらしい。山梨も降るんかね。親から雪の画像が送られてきたら、あ、降ったんやって思うね。あー、キジさんハートありがとう。おはよう、おはよう。やばい、もう喉つったけ、めっちゃ痛い。喋るたび筋肉でが痛くて、喋れない。やっほー、寒い、助けて。え、なんか焚き火の映像とか見るとなんか体感気温上がる気がする。私もよく学校でめっちゃ寒い日にやってた。あ、喉痛い。反転研究生、え、見たよ、セトリー。昨日さ、初日だったもんね。やっほーやっほー、おはよう、おはよう。そう、 AKB の研究生さんが昨日初日公演でしたね。研究生公演、私はね、お話し会があったので見られんかったんですけども、はじめまして、はじめましてかな。でも初見とか出とらんけ、最低2回は来てるんですよ。もうそれはもうそういうことですよ。いちご、やっほー、おはよう、おはよう。うん、やばい、眠たいすぎる。寒い、もう外の雨がやばかった。とにかくおはよう、おはよう。きます。あ、待って、動かないで。動かないで、絶対にそこから動かないで。ちょっとお願いだから動かないでください。あれ、こっちじゃない、こっちか。あれ、こっちじゃない、あ、あれ、こっちか。ちょっと動かないでくださいよ。おはよう、自己紹介ちょっと待ってください。じゃん、え、これ見せましたっけ。あの押し始めキャンペーンのお礼を書いたんですよ。そう、書いて、そう、マニオチさんに書きました。読めますかね。読み上げようかな。押し始めキャンペーンの応援ありがとうございました。おかげでとっても幸せな善を得られました。普段の配信でも見てくださっていることとっても知っています。 X も投稿に対して反応くださっていたりとかもちゃんと知っているので、あの、ありがたい限りでございます。3期生の推しメン決まっていないよって感じなら、もうじゃあぜひ北沢を推しメンにしてください。これからも楽しんでもらえるような配信をしていきたいので、よかったらこれからも見てくださったら嬉しいです。本当にありがとうございました。たくさんの応援、これどういうテンション感か分かんない、片付けねえですって書いてあります。なんか謎のテンションですけど、ありがとうございました。おはよう、あきさんも配信してる、あ、そうなの。おはよう、ザンさん、バラありがとう。おはよう、フォローもありがとう、ありがとうございました。本当に本当にありがとうございました。うん、セトリね、もったろさんハートありがとう。おはよう、おはよう、ありがとうございました。押し始めキャンペーン本当に本当にありがとうございました。ライオンだって感じなんですけど、ありがとう。あ、おはよう、おはよう。見えとるんかねこれ。おはよう、おはよう、ありがとうございました。おはよう、おはよう。おはよう、おはよう。 Thank you でございました。本当に Thank you でございます。キラキラありがとう。おはよう、おはよう。え、読めてますか。もういないかな、いるかな。読めてますかね。よかった、本当にありがとうございました。そう、今日の15時からなんだっけ、バレンタインデーのキャンペーンがまた始まるんですよ。あつしさん、武田岳さん、ハートありがとう。武田岳さん、いっぱいありがとうございます。
ありがとう。そう、あのバレンタインキャンペーンが始まるんですよね。でなんか陽光をね見たんですよ。なんか今回も決定戦的なやつは別れとって、新人と普通みたいな感じで別れとったんですよ。またいやでもなんかもうキャンペーンも、この前のキャンペーンもさ、いっぱい応援してもらってさ、このイベントもやっとうけさ、なんか申し訳ないからどうしようかと思って。そうでもそれ用のねギフトがまたあるんよ、クッキーみたいな。そうだから、でもだからちょっと難しくてですね、どうしようかなというところです。ソソさん、ハートありがとう。なんかおはよう、おはよう、おはよう、おはよう。キャンペーンってさ毎月やってるんかね。なんかって感じです。でもなんか今年はショールームを頑張る年にしたいと思っていて、個人的に。なのでそうショールーム配信したいんですけど、昨日なんち泊まったの。そうだよ、朝起きられんってなって2人とも、いや起きられんよって言って、そう一緒に起きようやって言ってキャンペーン用のギフト送ってもらって。確かにね、クッキーのやつでもさ、なんかもういやどうしよう、なんかでも確かにどっちのポイントにもなるっていうのあるけど、あついさんハートありがとう。なんか14日までがそのキャンペーンやっとって、悩んじゃう。翔さんハートありがとう、 Thank you、 ありがとうございます。14日までやっとるんだけどさ、おはよう、おはよう。ヒロさんハートありがとう、マチさんハート、アキジさんハートありがとう。なんかでも申し訳ない気持ちと、いやーでも難しいですよね。でもそっか、かぶっとうけーさ、そうだよね。でもどっちも加算されるのやったら、そっちをくださったら嬉しいよっていう気持ちもあるよね。やっほー、余計悩ましいですわーって感じで。でもさ、このイベント中ってさ、イベント3時間しか絶対配信できんのんかね。いちご、やっほー、 ST48 の北沢いちごと言います。でもそうだよね、3時間しか配信できないよね、普通に考えて。でもそうだよね。300回の方もありがとう。なんかちょっとあれかなって思って、3時からキャンペーンか、この枠のギフト投げんのやめとこう、ありがとうございます。そう3時からキャンペーンが始まるから。でもそうだよね、キャンペーンのギフトをもし投げていただいたら、その分イベントの方にも加算されるしって思ったら、うちの方がいいんかねとか思ったりとかしちゃうよみたいな。でも一応ね、絵は描こうかと思ってて、危ないよー、本当に危ないからねそうよね。でもそう、一石二鳥って考え方もある。おはようございます、おはようございますです。二度目まして、ありがとう。その映っちゃ困るものはないからいいけどさ、私もコンタクトを大量に置いてあるところが映ってしまいました。大変失礼いたしました。でも買ったんよ、ちゃんとスタンド、ちゃんとしたスタンド買ったき。ちょっとお待ちください。私のコンタクト置き場が見えてしまった。いないで。そう、さらに倍さんって感じで、もうすみさるさんかなみたいな感じなので。今日2時45分から、2時45分から3時
3時15分まで配信をするので3時から始まるから、そう書いとって置いとこうかなって思います。一応ね、そうだよね、どちらかっていうとそっちも加算されるのであればそっちの方がありがたいかなって思ってしまえた部分もあるので。であと今日はね7時から8時半と、うん、11時20分から50分の配信、50分まで配信するので、そういやもう本当にちゃんとねちゃんとしたの買ったんだけどね届かんないよ。えでもなんかショールームのショールームをやっててもらえる、なんかもらえるんですよショールームをやってると、それで買ったんですよ。だからショールームを頑張ったやつでもらったやつで買ったのよ、配信用の用のやつを。永久もうこれが永久期間やって思って。カマラグさんペンライトありがとう、おはよう、行ってきます、行ってらっしゃいですって感じだからもう早く届いてほしい。いつ届くんかね、今日明日、今日か明日にでも届くはずであって、なので届いたらもう事故る心配なしで生きていけるんだけど、事故っちゃうから。去年のキャンペーンとかさ、あそうなんや、でもやっぱ重なったりすることってあるんだね。そっか。でもこのイベント終わっても14日までねバレンタインキャンペーンをやっとって、そのそれはそれでまた配信も したいのでね、そう2月はたくさん配信したいと思いますので頑張って起きます。朝も起きるし、なんかいろんな時間に配信したりしたいですよね、できるの。そうアバターもね早く欲しいですね。名前アバターみんながあの押し始めキャンペーンの時にさ、あの応援してくれた分のねアバターがもう早くゲットしたい。はじめまして、はじめましてじゃないけどね、おはよう、おはよう、りんこさん、あはそうだな、ブディースガゴさんハートありがとう。なんか映って大丈夫なやつだったよね。うん、コンタクトだわ。アキブイモイストが大量に置いてあるんだけど、あとこのマスクみたいな感じ、そんぐらいしか映ってないから大丈夫です。あつしさんハートありがとう、おはよう、おはよう。怖いから倒れないように念力を送っとく、おはよう、おはよう。眠すぎるけど起きたから。あの2時にする、2時45分から3時15分まで配信します。でそう今日の一番長い枠は7時から8時半の1時間半やるので、ご都合が合えば見に来てください。ご飯の上に乗せるもので好きなもの、うえー明太子かも、明太子って感じかも。止まった？止まったかね、おはよう、やっほー。になんかいいライン蒸したあって、朝ごはんプリン変色割と変色だよそれは。うわーリスガガさんハートありがとう。そうかな、おはよう、おはようございます、おはおはです。冷蔵庫プリンしかない、独特な冷蔵庫環境。レディーサガさんハートありがとう。納豆ね美味しいよね、私も大好きですよ。おはよう、おはよう。でキャンペーンは気楽な感じ。そうね、なんかでもそのいつものバレンタインキャンペーン何万ポイントでなんちゃらみたいなのあるじゃないですか。でもそれはなんか特にそのなんだろう、別に欲しいなとは思わんかったし、みんなにとっても別になんかアバターとかみんなが入手できるからいいけど、その私がただもらうだけのやつはなんかあんまりなんか申し訳ないなって思っちゃうから、
こまでです。そこまで全然気楽に生きているので。昨日お話会ありがとう。こちらこそありがとう、うん、見せてくれとったよね。今日からのキャンペーン本当？本当かね。もうすぐ朝ごはん食べます。食べてください。でももう難しいけど、でもやっぱ一石二鳥になるんやったらそれを投げていただいた方が嬉しいから、そうしようかなっていうのはお伝えします。あっちしさん 3.753 ハートありがとうって感じですかね。そう、それをね昨日考えてた夜。ヒロさんハートありがとう。そうね、まあでも今回も新人枠通常枠が分かれとって、そう一席でも今回の新人枠は2位までかな、2位までしか多分特に得点はなかったっぽい。おはよう、おはようございます。やっほぽくて、だからどうかね。うん、まだ先だけどバレンタインの日さ、やっぱバレンタインっぽいさ配信した方がええんかね。でもチョコさあんま作らんのんけさ、もらいたい日とかもって感じで。おはようコナンさんハートありがとう。バレンタインっぽい配信、まあ検討と。チョコになっちゃうかな自分が。いつチョコに、まあなんか、まあ、ちょっとそれもねなんかどうにかなりますかねみたいな感じ。14日ってさいつだろう。14日だよね。14日、あレッスンさんあった気もするけどどうかな。そうだよね、いちごチョコ1回目の方もありがとう。でもそうこのイベント9日まででしたっけ。9日までクレさんにおはよう。もらっちゃったチョコレートの数でマウント取られる。え、そうで、推しいっぱいもらってたから。それそうだろうな、そりゃそうなんですけど、大体のその人間女性たちは。言い方がちょっとキモすぎたんですけど、普通に考えて。そうこれが9日のね7時59分、8時までなので、このイベントが。でそのバレンタインのやつは14日までやっとるので、まあ、5日ぐらい別に普通な時もあったりするので、まあなんか頑張りながら生きていきます。おはようなんかその時のあれ次第ではあるんですけど、いい感じで。藤うさぎさんハートありがとう。持ってて、めっちゃチョコもらってる。そうチョコいっぱいもらってたよ。いっぱいチョコもらってたよ。おはようおはよう。おはよう。チョコマウントお願いします。でもさもう学生じゃないけさ、みんなくれるんかな。え、でもあかりさんにもらったから、あれどこに置いたっけ、あっちか、あれあっちに置いちゃったんかな。あ、ここにあった。もう一個あかりさんにもらったんだもん。これ食べれんかも。なんか食べれるかな、賞味期限あるよね。でも5月か。 OK。 あ、そうハートフルクッキーです。ハートフルとハートがフルがねかかっちゃってますよって感じで。おはようございます。ハートフルクッキーです。ちょっとこの配信が終わったら北沢画伯がここに書いておきますので。あれはギリチョコ、え、まあ本命ではないんだ。皆さんがくれたらやばい、優しさに考えてやばいから、そんな状況ありえないから。だからなんか会えないから、そもそも。いやなんかね、まあ、ひなさんのね生誕祭行きたかったんです。私は17日お昼の公演を
来たかったんですよ。なんかもういつもの方がヤッホーみたいな感じで、ちょっとなんか多分ありそうな感じ、あれありそうで、結構というかなんかもう、うん、あるよねみたいな感じだったりとかもして、行けなくて、だから昨日言ったんですよ、おひなさんに、行けなくて、行けないんですよ、ごめん、もうつって、そう、あそぽそ、あそぽそのそのさ、でもさ、あ、これ配信で食べるわ、今度、このここだけさ食べてさ、こう顔にするみたいなやつあるじゃん、おはよう、おはよう、それをやろうかな。おはー、おはー、そう、阻止されました、普通にもうって感じで、もうなんで来たのって言ってやりたい感じ、おはよう、おはよう、行けも行けなくても悲しいですって言いました昨日。そしたら、そしたら、アーカイブ、あ、あ、間違えた、アーカイブで見てねって言ってくださったけど、いますって。でもだから次会えんのは多分23日の僕の太陽公演の終わった後に花垂れ公演を次にしめさらさんの生誕やるじゃないですか、で出演されるから、その時にワンチャンってぐらいで前飲んですよ、しばらくピエン。やっぱね、もう本当に先輩方に会う機会がなさすぎて、なんかもうやばいもん。そう、私もお話し会参加したんかと思う、私だけリアルお話し会昨日参加しましたから、はいはい、ツーショット会話の方も参加させていただいて、はい、そう、まひなさんにタンプレ渡したんですけど、もうきっとお金なくて、お金なくて、もうなんかお金なかった、お金なくて、もっとね、もっとお金も時間もなくて、もっとちゃんと選びたかったんですけど、でも本当にお金がなかったんですって、誰かお伝えください。誰かお伝えしてください、なんかいちごはお金がなかったらしいよって。ランキング読もうか、そろそろ。15位が春雄さん、14位もち太郎さん、13位山宏さん、12位あつしさん、11位ひろさん、10位松さん、9位武田岳さん、8位翔さん、7位青吉さん、6位レディースガガさん、5位でナーチャーマコさん、4位カモラグさん、3位豊中のひろさん、2位イケピスさん、1位リキンさん、ありがとう。そう、おつさんハートありがとう。明日は、明日じゃない、今日は昼派配信ができなくて、2時45分から配信をしてやると思います。で3時からバレンタインキャンペーンが始まったりと、ちょっといろいろややこしいんですけれども、まあ、あの、セット頑張ります。ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。ちょっと眠ります、私は。でも寝てる時間がないんだわ、ないんだわさ、という感じで。自己自身がタンプレ弱すぎる、私がタンプレですって言って、いやもう本当にもっと本当に真剣にもう考えたかったけど、もう時間もお金もなくてって、もう時間とお金がなかったんですって言ってください、ぜひ。配信ありがとう、こちらこそ。ではまた次は2時45分にお会いしましょう。3時からバレンタインキャンペーンも始まりますので、ここに書いておきます、ハートフル、ハートフルギフトが対象ですので、ぜひよろしくお願いします。またね、バイバーイ、じゃあねー。